が問題なの、お嬢ちゃん。なんでこんないい男をほっとくのさ。歩き方のせい、それか喋り方、四角い足のせいかな。不潔じゃないのにいつも少し臭い。でも誰よりも優しいいい男。彼は完璧じゃない、問題もある、少し変わり者。トナカイへの愛情は異常だよ。問題はあるけれど大丈夫さ、仲良くやれるはず、愛があれば。この話はもうやめてくれないか。それより本当に困ってることがあるんだ。なるほどね、じゃあ話してごらん。気が小さいから、変なやつだから、森で立ち正面してる。男らしくないこの髪の毛のせい、真面目なのを隠してるせい。彼は完璧じゃない、問題もある、孤独に暮らしているのは愛されないから。彼は完璧じゃないが大丈夫、他の男と結婚の約束をしてるんだ。彼女も完璧じゃない、気にするなよ、諦めることはないさ、指輪もしてないよ。彼女も完璧じゃない、迷いがある、婚約者と別れればそれでいい。クリストフを夫とし、え、何？結婚を認める。